深セン、中国、9月24日 AP、資金繰りが厳しくなった中国の不動産大手、中国恒大は、9月23日が期日の人民元建て社債の利払いを実行すると発表した。利払い期日から一夜明けた24日、深センの本社前には、同社を警備する6台の警察車両、警官と警備員の姿が見られた。中国の国内総生産の 2% に相当する約33兆3000億円の巨額負債を抱えた恒大の債務不履行に対する懸念から、世界同時株安を招いたが、社債の一部利払いを実行すると発表したことが好感され、同社株式は香港で 18% 上昇、デフォルトは回避された。中国政府が不動産業界に借入れ金への依存を減らすよう圧力をかけたことにより、建設と住宅販売が減速。経済成長が鈍化すると予測された時期に恒大集団の債務問題が発生したため、中国版リーマンショックと警戒された。